どうもありがとうございます。もうお気づきだと思います。お話にも何度か出てきております。私は小学校の頃から憧れ続けたトランペット奏者がいます。その人の名前はニニ・ロッソと言います。ニニの音は力強くて時には鋭くて、でもいつも優しい音でした。そんなニニが1985年、確か来日20周年の時に、一つのメッセージとメッセージを込めた曲を演奏しました。なんかいつものニニと違う雰囲気の、ちょっと怖いような雰囲気の曲でした。でも僕はこの曲がとても印象に残っていて、今も忘れられません。この時のニニのメッセージとその音楽をお届けしたいと思います。その時のニニのメッセージ、 Never Again。 ベルリン、ガダルカル、モンテカシーノ、世界中のたくさんの場所で美しい花が真っ赤に塗られました。 Never Again。Thank you.